日本人はタイプ的にみたいな分け方で話されるときあるけど、富安から中島翔也までいろんなタイプいるから、その考え方は危険。で、話見るよ、ザキトモです。ね、全ての状況への準備を怠らずみたいな、自分の足りないところを高めみたいな発言をする富安と、一日入れ替われるのは誰がいいですかって聞かれて宇宙人っていう風に言うね中島翔也ではだいぶ違うよっていうね、うん、そういったとこありますので、なんでね、こう日本人はこうみたいなのはちょっと捨てて、それぞれの選手に合ったみたいな考え方の方がいいのかもしれません。そして髪型っていうねなんか急にね、急におじさん感なんかね、うん、昔のロナウド感と言いますかね、なんか新郎感ある髪型になっちゃいましたけれども、今日美容室行ってきます。明日からまた自分で再現できるのかっていうところもですね、楽しみにしてみてください。というわけで始まりましたトークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。そんな日本人の入りから入りましたけど、久保建英が移籍するべきクラブを徹底考察というテーマでやらせていただこうと思ったのはですね、ニュースで久保のですね、まあレンタル先のですね変更っていうのをレアルマドリードが考えたっていうニュースを見ました。まあ最終的には久保のチームの状況ですね、それを見て、なおかつですね11月12月っていうには出場機会が増えていて、最近減ってるだけだから、このままねマジョルカで頑張らせましょうっていう話になったそうなんですけど、それでもですね、まあオリンピックありますから心配ですし、今ねマジョルカがやってるサッカー、まずね久保の特性をざっくり言いますと、左利きのめちゃくちゃうまいちっちゃい選手っていう感じなんで、なんで空中戦だったりボディーコンタクト、そういったところでは弱いんですけれども、受けるべき場所をですね的確に判断してボールを引き出して次のプレーをする、そのね精度も非常に高いっていう選手です。っていう風になりますと、今のマジョルカのサッカー 4-4-2 で守ったとこから長いカウンター、ただですねその長いカウンターをですね、まあするっていう、その一つの軸はあるんですけれども、その代わりボールを持たされた時のですね、このプレーモデルって言いますか、どういう風にね攻撃を完結させられるかっていうですね、そういった形のですね再現性がないんですね。ほんとサイドからの単発のクロスで終わってしまうとか、そこのトライアングルの関係がうまくいってないとかありますので、っていう風になりますと、そういう風にね久保みたいに頭使ってですね、どこでボールを引き出すのか、どこにボールを出して次自分が動くのかっていう考えの選手とは非常に相性が悪いチームになっているんです。となると久保がね今後どのクラブを選ぶかによってですね、久保の将来当然変わってきますし、なんなら日本代表をですね、まあ、背負うですね逸材なわけで、日本代表の将来もだいぶ変わってくるわけなんですね。なんでここでしっかり考察をですね僕と皆さんでしていこうという、そういった動画なんで最後まで楽しんでください。というわけで、そのね久保、まずですねレアルマドリードからですねレンタル先マジョルカに行ってるんで、マドリードに戻るっていうのはどうなのかっていうところで、マドリードの、スタメンご覧ください。はい、直近のビッグマッチアトレチコマドリー戦の、スタメンなんですけれども、今ですねレアルマドリー、クアトロピボーテとか言われる4人のボランチ的な選手を使っています。でこの、布陣図のようにですね、右にバルベルデってなってますけど、バルベルデ中入ってモドリッチ外とかですね、カルバハルが上がってバルベルデ下がるみたいなですね、まあいろんな形をやっていますね。右サイドすごく流動的になっています。っていう風になりますと、右サイドのライバル久保が持っていないボディーコンタクトの強さっていうところをですね持っているバルベルデっていうのは非常に強力なライバルになりますし、バルベルデ、そしてですね左サイドアザールが戻ってきたらイスコも右サイドに来ますライバルとして、そしてロドリコというブラジル代表の、ブラジルのね若手の選手でどんどん前に飛び出せる選手もいますし、バスケスっていうですね、守備の時に、この中盤の選手だったりサイドバックを助けながらですね必要な時飛び出していったりサイド流れてクロス上げるみたいな、そういったね、ジョーカー的な役割をしていたりとか、ターンオーバーで使われる選手もいて、あとはベイルに関してはずっと移籍するって言われてて、しないのが続いていますので、そういったねバルベルデ、イスコ、ロドリゴ、バスケス、ベイルっていうこの5人がライバルってなるとむちゃくちゃ強いじゃないですか。でこの5人ともですね、久保建英よりもそういったボディーコンタクト的なフィジカルを確実に持ってるということで、ね、プレシーズンマッチの時期にですね僕取り上げました。ニュースのね画像で久保のねフィジカルトレーニング、なんか腹筋みたいなのしてるところをですねジダンがじーっと見てるみたいな、そういったね画像が、まあ、出回ったようにですね、かなり久保のねまあ身体能力って言いますか、そういったフィジカルのところをですねジダンが不安視してるのは画像にもコメントにも出ています。っていうようになりますと、久保がねこっからレアルマドリード戻って右サイドにねそこの序列覆せるかっていうとかなり厳しいですよね。またモドリッチのところに久保が入るって可能性もあると思うんですけど、モドリッチ衰えたとはいえですね、未だにレアルマドリードの試合見てると、モドリッチそこいてくれたかとか、そのチョイスしてくれたかとか、ほんとうまいし、めちゃくちゃ多いですし、もうね普通にメッシ、ロナウドのですねこの時代の中に割って入ってバロンドーラーですから、普通に考えて一番、世界で一番中盤のライバルとしてすごい選手って言っても過言ではないと思うんで、ってなると、
このね、久保のレンタル修行はまた続くっていうふうにですね、皆さんにお伝えしたいと思います。ってなると次どんなチームがあるのかっていうところで、まずですね、中堅クラブでボールを持てるチームだったりですとか、ある程度攻撃的に振る舞えるチームっていうところで、一つ目挙げたいのはセビージャですね。清武を、取ったことのあるですね、モンチスポーツディレクターがチームを仕切っていますので、久保建英、清武のようにですね、ライン間でボールを受けて、次のプレーもですね、精度高くできる日本人選手っていうところで、リストアップしてる可能性十分にあると思います。そしてですね、清武が、まあね、適応に苦しんだ言語面の問題も久保建英だったらありませんし、なおかつ清武の場合は、生活の問題でね、こう、スペインでサッカーを続けられる状態じゃなかったっていうのもありますので、そういった清武にとって障害になった部分が、久保建英にはないっていう可能性十分にあります。そしてセビージャのスタメン、こんな感じでですね、一応2種類、こういったね、4-1-2-3を使うときとですね、4-2-3-1を使うとき、2種類用意したんですけれども、このね、右サイドは、スソっていうですね、まあ、ミランから、このね、移籍してきた、まあ、今後エースになるような存在、左利きの選手がいるんで、厳しいかもしれませんが、それよりもですね、中盤、このバネガがですね、務めてる位置ですね、ダブルボランチの一角っていうよりも、4-1-2-3のインサイドハーフだったり、もしくはですね、フランコ・バスケスと、争うトップ下、こういった選手とですね、比べた場合、久保の方がですね、ライン間で狭いところでボールを受けて、ぐっと前にね、ボールを、進めていく力っていうのはありますので、ボディコンタクトとか長いキックの精度って考えるとバネガの方がすごいんですけど、ただこのね、バネガがですね、夏にサウジアラビアに移籍しますので、なんでサウジアラビアのチームに行った後のバネガ的な役割で、久保が来てですね、ここにハマるっていうのは十分あると思います。そして監督はですね、元、レアルマドリードでスペイン代表の監督も務めてた、ロペテギという監督で、この監督はですね、イスコがレアルマドリードでチーム、試合出ていない時もですね、スペイン代表を呼んで、ね、彼のプレーが好きなんだっていうふうに言って呼んでいて、ね、もうね、好きなんだったらしょうがないって感じで、むしろ賞賛を受けたみたいな、そういった監督でして、久保建英がですね、このロペ的に認められた場合、ね、こう、新たなイスコとしてですね、レアルマドリードに戻るみたいな、1、2年セビージャでやってですね、レアルマドリードに戻った時にその枠に収まるみたいな、まあ、イスコもね、常時スタメンっていう扱いの選手ではないんですけど、イスコ以上に久保の方がですね、ボールを受ける位置を考えるっていう、そういった部分はありまして、ただね、イスコの方が、こうね、理不尽なキープ力があるっていうところはあるんですけども、超えられないですね、そんな選手ではない、十分才能がある選手だと思いますんで、僕はセビージャ経由のレアルマドリー復帰っていうのはですね、十分あるのかなっていうふうに、そういうふうに思います。そして続いてバレンシアですね。バレンシアに関しては、まあ、レアルマドリーとかレンタルして出てたカナレスとかチェリシェフとかいて、で、メドランっていうですね、まあ、下部組織出身の選手も行ったみたいな、そういった前例もありまして、パイプがないわけじゃないんですね。でですね、この右サイドのライバル、まあ、ここではフェラントーレスになっていまして、トーレスに関してはダブルタッチでですね、どんどん相手をですね、かわして推進力をですね、見せつけるドリブルだったりとか、あとはですね、クロスの、長いクロスの右足での精度とか非常に高いものがありまして、ね、このフェラントーレスが、ロドリゴがですね、まあ、抜けた後、この2トップの一角のロドリゴっていう選手は、夏に移籍の噂、アトリシコにありまして、この冬もね、バルサに移籍するんじゃないかっていう噂があったぐらいの選手ですので、ロドリゴが捉えた後にフェラントーレスがですね、まあ、使われる時あるんで、そのセカンドトップ的な、フォワードになりまして、その空いた右サイドにっていう可能性もあると思います。あとは、バス。このね、右サイドバックにローマからフロレンツィが来ましたので、バスが元々やっていた中盤の役割になる。そうなるとね、献身性、非常にアップダウンの多い選手で、相手にもね、強度高くですね、プレスをできますし、あとはね、スペースに走り込んで折り返しのクロスとかが上手い選手ですので、久保とまた違ったタイプのプレイヤーになると思うんですね。あと、チェリシェフはちょっとね、そういった強度はないんですけども、ジョーカー的役割の、選手で、あとはソレールが左サイド入ってますけど、ゲデスっていうですね、ポルトガル代表の左ウィングの選手戻ってきたら、ソレールが右に移りますので、そうなると、トーレス、バス、チェリシェフ、ソレールって感じで、むちゃくちゃここもね、ライバルが、すごく強いっていう感じになるんですけど、ここにですね、イガンインっていう選手がね、韓国代表でいまして、左利きで小さくてテクニックを武器にするっていうところで、同じアジア人の久保を取ってですね、どっちかだけ育てるみたいな、そういったことはですね、ないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、イガンインプレイ見るともうね、右でもう結構かなりボール扱うところがあるんで、プレースキックを蹴ってたのが左なんで僕左利きって判断したんですけど、逆だったらすいません。そのようにね、もう喋ってるうちに心配になっちゃうぐらい、こうイガンインも、いい選手ですので、ただこの選手がベンチに入れてないような、そんな試合も多いバレンシアですので、久保が行ったからって、ポジションがですね、まあ、約束されるというか、常時出られるっていうような、そんなチームではないですし、状況的にも厳しいのかなというふうに思います。で、続いては、ビジャレアルですね。ビジャレアルに関してはこういった、直近で4-1-2-3の布陣を使っていまして、一応ですね、この、モイゴメス、23番の選手が右サイドに入って、パコアルカセオとジェラールモレノが、守備の時には4-4-2みたいな感じで2トップ組んでました。で、攻撃の時にはですね、このカソルラがですね、これ右インサイドハーフなんですけれども、左インサイドハーフに入ってる時の方が前半多かったですね。で、左サイドからサンティ・カソルラが、左サイドハーフになりまして、このね、中盤だけ、こう、左肩上がりの可変をするみたいな、左ウィングの選手が中入って、こうなるみたいなね、
そういった感じでイメージしてください。なんでこれね、なんでここまできちんと説明したかというと、このカソルラの役割、カソルラはベテランでね、両利きの選手で、まあポジショニング間違わないですし、プレーの精度高く、ね、柔らかいパスなんですけれども、こう味方のね、こう、歩幅考えてるような、そういったパスを出せる選手です。もうチャビがね、こう、バルサで一緒にプレーしたかったというぐらいの選手で、そのカソルラがですね、まあアキレス腱の怪我から復活して、今シーズンすごい活躍してるんですけど、決してね、来年もずっと出られるみたいなですね、そんな若手じゃなくてもうベテランっていう、もう台つけててもいいぐらいの大ベテランって感じの選手なんで、っていう風になると、このカソルラのですね、まあバックアッパーからスタメンを奪うみたいなね、カソルラから学びつつなんなで一緒に出てみたいな、そういったね、選手として久保建英、まあね、使われる可能性十分あると思いますし、左インサイドハーフと左サイドハーフの兼用っていうのはイニエスタがね、バルセロナで、最後の年のカバーリング範囲が狭かったりとか、守備のところで強度高くいけないっていうところの弱点を補うために、攻撃の時にはですね、左のインサイドハーフで、こうサイドバックの裏に降りていったりとか、ライン間に入って、そこからね、今やってるみたいにですね、ディフェンスラインからボールを引き出して、そこからいいプレーするみたいなポジションなんで、なんでですね、この、カソルラのですね、後継者的役割で、1年2年入るっていうのはですね、いいのかなというふうに思いまして、ビジャレアル一つ紹介させていただきました。そして続いて、レアルソシエダですね。これなんか最近ね、レアルマドリーを、このね、サンチャゴベルナベをアウェイで破ってですね、話題になってるチームですけれども、まずですね、左利きのここのね、トップ下にも入ってるウーデゴーア、まあね、インサイドハーフで右にも入る時もあるんですけれども、ウーデゴーアがですね、レアルマドリーからレンタルで武者修行中なんですね。で、このですね、ウーデゴーアがレアルマドリードに戻ったらそのポジション開くんで、じゃあ今度久保建英を送り込むんじゃないかっていう、まあそういった説もあります。で、このチームがですね、すごいいいなっていうふうに思ったのは、監督、アルグアシルっていうですね、この監督ですね、ちょっとね、不安な、大丈夫みたいなね、頼りがいはなさそうな見た目なんですけど、この人がすごいんですよ。これですね、ウーデゴーア自身もこの監督の、ことをこう語っています。最初から、これは正しかったと感じられた、このね、ソシエダに来たってことですね。ここの人々は本当に素晴らしいし、選手も愛すべき人たちだし、初日からとてもよくしてくれた、監督も本当に助けてくれたよ、それこそは僕の求めていたものだと、こういう風にね、こうある意味レンタルから来た戸様でもですね、きちんと、一人の選手として育ててくれる監督ですし、このウーデゴーアだったり、先日ね、マドリー相手にですね、素晴らしいゴール決めたイサクだったりとか、あと18歳のですね、右利きのウィングの、バレンシアっていう選手が出てきてまして、こういう風に若手からですね、活躍する選手がどんどん出ているって状況で、でこのですね、アルグシアル監督、アルグアシル監督ですね、この監督ですね、スカウトから B チームをですね、歴任して、去年ね、エウゼビオ監督が退任した後にトップチームで残留に導いて、今シーズンのですね、素晴らしい成績を残してるって監督ですので、この育成のスペシャリストから結果を出してるっていうね、まさしく久保建英にうってつけの監督だっていう風にですね、そういう風に、思っていただけたと思います。でですね、オヤルサバルっていうこのね、フジンズの左サイドハーフやってる選手が、まあスピードをガンガン武器にするっていうより、ライン間でボールを受けて、そこからですね、裏への選手、裏走ってる選手出したり、自分がミドルシュート打ったり、自分が斜めに走っていって入ってくるボールに合わせたりってするですね、選手で、まあどっちかっていうと最近は活躍してないですけど、アトレチコのレマル的な、左サイドに置かれてる左利きなんですけれども、スピードよりもサッカー IQ で勝負するって感じなんで、ってなると久保建英なんかがですね、このオヤルサバルの役割、オヤルサバルがマンチェスターシティの噂とかよく出ますから、オヤルサバルかウーデゴーア、この2人どっちかが抜けた時に久保建英入るっていう感じで、どっちかが残ってもですね、このトップ下と左サイド、もしくは右サイド、ここね、2列目のどこかに久保建英が入れるんじゃないかっていうようなチーム構造でもあるんで、久保建英枠が少なくとも2から3枠あるっていう風にですね、そういう風に考えられるってなると、来季ですね、同じ監督がやるとしたら、レアルソシエダものすごいいいんじゃないかなと思って今回紹介させていただきました。で、最後はですね、バジャドリ。これですね、もともとマジョルカ行くかバジャドリ行くかっていう感じにですね、夏にレンタル先で噂が上がっていまして、このチームはこの 4-4-2 でですね、今のマジョルカと非常に似たサッカーしています。で、ブラジル代表のロナウドですね、元ブラジル代表の怪物ロナウドがオーナーで、レンタル獲得の話があって、ただ監督はそんなの聞いてないって言って、ロナウドが勝手に進めた話じゃないかみたいに言われていたんですね。で、ここのライバルがですね、右サイドこの10番オスカル・プラーノでして、プレイ見ましたら、このね、キックの鋭さだったり、ボディーコンタクトだったり、あとカウンターの起点になれるようなテクニックもある選手です。プレスをかわせるような、そういった選手で、またですね、パブロ・エルビアスっていう選手もいまして、この選手なんかは右利きの縦突破型の選手ですね、こうね、ストレーターみたいな感じの選手なんですけれども、この選手たちのところにですね、久保が入っていった場合どうなるのか。
テクニック面では決して劣らないと思うんですけど、さっき言ったキックだったりボディコンタクトのところは不安ですし、何よりですね、ディフェンス面ですね、久保のですね、ディフェンスの数値こんな感じで、1試合のですね、平均タックル数とですね、インターセプト数、これがね、こんな感じで出てるんですけど、これがオスカルプラーノになりますと、出場時間も違うんですけれども、久保よりもですね、出場時間が長いにもかかわらず、1試合のですね、平均タックル数だったり、インターセプト数、久保より高いんですね。で、ファールもですね、久保より多くて、これはですね、まあ、久保自身のですね、強度の弱さって捉えるのはちょっとね、安直に結びつけすぎかもしれませんが、それだけ激しく当たれる選手ってところあると思います。ただこれ一つ久保をフォローすると、久保の場合はきちんとコースを切りながらのプレスだったりですとか、ね、久保がパスカットはしてないですけれども、他の選手たちにボールを取らせるような動き出しをしてるっていうところもありますので、なんで、単純なね、数字としてですね、これで久保が弱いっていうまでは言っちゃいけないと思います。ただ、このね、監督も人間ですし、見ている時の印象もありますし、単純にね、1対1のぶつかり合いとか、それがね、弱いなっていうふうに思ったところで、このデータを見せられると、久保をスタメンじゃなくしようかっていうふうに思う。まあそういった気持ちも皆さんお分かりだと思いますし、また久保のね、今の、マジョルカでのライバル、ダニ・ロドリゲスの数値もこんな感じに出ていまして、やっぱりね、久保よりも1試合のタックル数だったり、インターセプト数が多いんですね。ってなると、このね、オスカル・プラノだったり、ダニ・ロドリゲス、スペインでですね、このサイドをね、務める選手たち、テクニック特化、戦術特化みたいなね、イメージスペインにありますけれども、きちんとですね、守備の強度っていうところ、やっぱデータに出てる選手がですね、スタメンを取っていて、そこのデータ上ちょっと弱い久保っていう存在がですね、スタメン取れてないっていうのは、まあこういうところからもわかる問題ですので、今後どこに行くにしてもですね、久保のそういったですね、データ上相手からボールを奪い取るですね、まあ回数だったり率が低いっていうのはですね、足かせになる可能性十分あると思います。で、現状ね、マジョルカだったりとか、この、バジャドリとか、そういったチーム行ったら久保の良さいきないよって思う方いるかもしれませんが、ね、FC 東京で右サイドを任されていた時は同じような役割でサイドでアップダウンしながら、攻撃面でアクセントをつける役割を求められていましたので、より一層それをねレベル高いことを求められているのが今の久保建英の状況ですし、何よりね監督、森保一監督はですね決して攻撃のデザインをするっていうタイプの監督ではありませんね。この力気持ち戦うような監督ですので、っていう風になりますと、マジョルカだったりもしかしたら来季行くかもしれないバジャドリとか、こういったチームに行ってですね、そこでこう磨かされる状況ね、レアルマドリに戻ってもフィジカル的に弱いな言われてね、久保苦手なところかもしれないですけど、そこをね、求められまくる状況っていうのは、日本代表に戻ってきた時にね、森保さんがまだ続けている状況だとしたらですね、非常に久保建英のこの状況っていうのは日本代表のためにはですね、いいシミュレーションになって、久保建英の個人打開力っていうのがどんどん高まっていくっていう状況になるかもしれません。ただ久保がね、美しいプレー、この機能的なプレーを見せる瞬間をたくさん作ってほしいっていうですね、まあそういったファンの方のね声も聞こえてきますし、僕もそっち側ですので、今後久保建英がですねどういった道を歩むのかっていうのを一緒に楽しんでいきましょう。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。そして僕がね調べきれてないところなんかコメントで補足して、久保建英さんにすごく詳しくなれるページにこのページしていただけたら嬉しいです。あと、ちょっとねお知らせになるんですけれども、サッカーチャンネル以外でやってるレオザトゾメのライフハックチャンネル、サッカー以上にですね戦術的に論理的にですね、恋愛だったり職場のことを語るチャンネルなんですけど、ツイッターアカウント始めましたので下のコメント欄に載せておきますし、動画の方もですねアップデートしていろいろ進化してやっていますので、よかったらねサッカー以外も、見てみたいよって方はそちらも見に行ってくださったら嬉しいです。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。レオザトゾメでした。ボーイ。